Hey, YouTube, welcome to my channel. 皆さん、こんにちは。やなさびーです。今日はね、こちら、目の前にある、これ、何だと思いますか？これね、パッと見は、まあ、普通の本棚っぽいんですけど、実はこれね、私の、まあ、備蓄庫なんですよ。というわけで、今日は、私のこの備蓄庫をね、紹介していきたいと思います。じゃあ、まずね、上の段から、ちょっと、じゃあ、開けていきましょうかね。オープン！じゃろろろーん。ほっ。はい、上の段はね、こんな感じで、じゃあまずこっち側、これね、私の、まあ、スポドリなんですけど、こんな感じでアミノ酸が入ってるやつの方が、まあ、なんとなく運動の時いいかなと思って、こちらをね、こんな感じで買ってます。で、これは私がウォーキングしてる時とかに、まあ、持ち運んだりしている、まあ、アミノ酸入りのスポーツドリンクです。で、こっち隣にあるのが、ちょっとね、もう量がこれしかないんですけど、はい、ご飯の時に食べて16茶ダブルです。これね、なんか食後の糖の吸収を穏やかにするって書いてあるんで、まあ、ご飯の時はこれを飲みながらね、食べてるんですけど、まあ、なんとなく体にいいかなって、あんまりこう、ほら、私一応ダイエット中なんで、まあ、これを一緒にね、飲むことによってちょっとでもスレンダーになるかなと思って飲んでるんですけど、まあ、果たして、効果はあるのかって言ったら、まあ、ちょっとわかんないんですけど、まあ、気持ちで飲んでます。まあ、上の段はね、こんな感じですね。はい、じゃあ次は下の段は、ほい。よいしょ。はい、こんな感じです。じゃあまずこっちですね。はい、天然水、私は生放送とかでよくね、チラチラ見せてる天然水です。うちね、水道水飲まないんですよ。あんま、まあ、美味しくないんで。なので、こうやって水のね、ストックをいつもこれぐらいはもう入れてますね。で、なんか、ウォーターサーバーでいいんじゃないって思うかもしれないんですけど、まあ、うち的にはこっちの方がちょっと使いやすくて、っていうのは、まあ、私ね、各部屋ってわけじゃないですけど、結構置いてて、まあ、例えば、まあ、リビングに1個でしょ？で、あとは、まあ、キッチンに1個、あと寝室に1個で1本ずつこうやってね、置いてるんですよ。まあ、パッて取ってすぐ使えるように1本ずつ置いてて、あとね、ウォーターサーバーだとね、場所をね、置く場所を作らなきゃいけなくて、うち言ってもそんな広くないんで、今のところこうやってペットボトルの方が、まあ、使い勝手がいいので、こんな感じでペットボトルのストックを置いてます。で、続いてはこちら。はい、モンスター。もうね、こんなにたくさん入ってるんですよ。奥の方見えますかね。もうこんなに大量に買ってます。で、モンスターはね、私この2種類が好きで、今のところね、この2つしかまあ飲んでないんですけど、味はね、こっちが、カオスとアビスとガイア。あ、違うか。カオスで、こっちが、ロッシー。ロッシー味をね、飲んでるんですよ。ってわけで、まあ、今日は、じゃこっちの、ロッシー味のモンスターをちょっとね、飲みながら、語っていきたいなと思います。乾杯。ちょっとね、本題はあれじゃないんですよ。ちょっとね、話したいことがあって、ですね、アビガン第2弾をね、やっていきたいなと思ってて、前回の第1弾が結構ね、まあ、好評っていうか、すごいクオリティの高い作品がたくさん集まって、で、中にはちょっとね、時間が足りなくて応募できなかった第2弾、ぜひ参加したいですっていうコメントがね、結構あったのと、やるんだったらもう、テーマのお題をね、早くくださいってコメントがあったんで、もう早速なんですが、お題をね、発表していきたいと思います。で、今回はシリーズの縛りは一切やめることにしました。はい、もうね、何でも作っていいことにします。で、今回の縛りは、前回ね、第1弾の時に私分かったんですよ。私ね、ジオラマが好きみたいです。というわけで、今回、というか、まあ、第2弾、アビガン第2弾のお題は、
ジオラマです。もう好きなガンダム何でもいいです。何でも作っていいですし、もう機体も何体作ってもいいです。ただジオラマで再現してください。で、あのですね、今回の締め切りなんですけど、もう今回ちょっと多く見て約半年ぐらいちょっと、ね、時間を与えたいと思ってて、まあ、だからすごいね、きちっといついつまでっていうのは今決めてないんですけど、まあ、ざっくりだいたいそうですね、まあ、5月ぐらいにちょっと締め切りをやろうかなって今予定してます。でね、一つね、あのまあ問題っていうかちょっとあって、まだ商品を提供してくれるあのところが見つかってません。まだね、連絡どこからも来てなくて、なのでまあ5月までにどこかね、スポンサーさんが来てくれることを祈りつつ、まあ、もしもなかったらちょっと自腹を切って何か商品プレゼントしたいと思います。まあできたらね、まあ写真集またちょっと新しく撮影してそれも作れたらなって思ってるんですけど、まあ、私の痩せ具合によっては、まあ、写真集作るなり、まあ、したいなっていう感じですね。まあそんなところかな。いや、あの何でも、機体は何でもいいって言ったんですけど、あのガンダムで、ガンダムシリーズでお願いします。なんかあの似てるからといって、あのマクロスとかは NG でお願いします。みんなガンダムのジオラマをぜひ作って応募してください。はい、というわけで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、See you next time. Bye! アビーです。声が風でかすれているよ。アビーでした。